はいどうも、フメデオです。今回ですけど、三冠セレボ女王&鏡ですね、こちらが復活してると思います。で、この爪ね、スキル1からぶっ壊れ性能ということでめちゃくちゃ強いんでね、そんな爪リアルなコイン稼ぎやっていきたいと思います。まあ、ただね、まあ、ちょっと前にね、メイリンリーのよりね、メイリンリーがね、このジョアの鏡を超えてしまったんですけれども、まあ、それでもね、まあ、使ってて楽しいのはやっぱりジョアの鏡なんで、まあ、ジョアの鏡の方が、私は使います。スキル1でメイリンリーとこれ比較したら、まあ、そんなツムなのでね、まあ、ちょっとやっていきたいんだけど、なんかもっさりしてなかった今。そろそろこのツムダメか。ちなみに、なんかやばそう。やったね。やったね。自分が使うともう6000いくかいかないかぐらいの感じかなと思います。まあ絶賛やばいんですけど、よし、とりあえずフィーバーイン調整できたのはでかい。さあ頑張りましょう。コフィーバインだね。強いな、やっぱ。やっぱね、使い心地がね、スキルマと変わんないんですよね。やっちゃった。そこがね、マジでいい。効果時間は同じなんで、そこがバチクソいいっすね。いいね、ワンチャン7000いけんじゃない。よし、さあ5000枚。フィーバーイン完璧。え、嘘じゃん、嘘じゃん。それはでもモアフィーバーいけるやつだからよかった。やめてくれよ、あぶねー。いや、7000枚行きたかったけどちょっと無理そう。ぐわ、最悪か最悪か。6600枚、まあやっぱ強いっすね、普通に強い。しかも1200万スコア軽々出してると。しかもこれ積むレベル全部6だし、プレイヤーレベルも44ですからね。これで1400万出せるんか、強っ。とりあえず受け取っておいて、さあもうワンプレイやっていきましょう。まあ初動そんな良くなかったんですけど、その初動以外はね、まあなかなかいい感じでね、受けてたんじゃないかなと思ってます。さあ、ドガンと最高だね。と4回下しも最悪。
よいしょ。やめてやめてやめて。いや、うすうす感づいてたんすよ。諦めました。やってますね。さあ6000枚からそう。今度はさあループしろ。しないか。最悪すぎる。最悪すぎますね。まあでも言うてここからですよ。絶対待った方がよかった。奇跡的にフィーバーいけて助かっております。よし、リンゴも爆発と。ナイス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 。いや間に合わんかった。最悪。うー強い。やっぱ強いっすねこのツム。6000枚かな。そうだけど、オッケー、ナイス。やべえ、落ちきってない。間に合わん。あぶねえ。これはフィーバーインで、最悪なんだけど。最悪なんだけど。タイボムナイス。すんません。6000枚行きたかったけど無理でございました。いや最後鏡使ってたらって感じでしたね。はい、っていう感じで、まあ約6000枚ぐらいですね平均。めちゃくそ強え。はい、まあこれがですね三眼セレボで手に入ります。でスキルマンになるとね万枚近くね、平均出せるようになって、かなり強いんで、まあ、皆さんもゲットしてね遊んでみてください。まあ、波音ほどつなぎやすくはないんですけど、まあ、波音の練習にも一応なると思いますんで、はい、という感じでございます。はい、ということで、皆さん三階セレボのガチャ頑張ってください。まあ、3日目が一番おすすめなんですけど、まあ、引き続きコイン稼ぎも頑張っていきましょう。はい、ということで以上で終わりたいと思います。あざしたー。バイ。それも